どうもこんにちは、中野篤です。それでは動画を撮りたいと思います。ロト6の予想を今からしたいと思います。それでは始めます。前回が10番台から始まってるから、また10番台から出る可能性があんねんけど、ちょっと確認しようかな。10番台から始まった次の回。今確認してるけど、やっぱり10番台から始まる時もあるし、1桁から始まる時もあるな。ただ見てたらやっぱり10番台から始まるっていうのはあんまりないかな。見た感じ。ほとんど1桁から始まることが圧倒的に多い。まあその点で考えても前回は難しかったんかな。1頭も確かいなかったし。まあとりあえず数字見ていきたいと思います。まずは1からだけど、難しいな。21と31の桁違いは出てるけど、1が出るパターンは、2が出た時と3が出た時、あと11。桁違いの11が出た時も出てる。21や31から1っていうのはあんまりなかったと思うねんけど。まあ、1を確認するけど、21から31から1。21から31から1。21から今のところはないかな。だから多分次のロト6は1は出ないと思うねんけど。見たところ、そうやな、ないもんな。ああ、1回出てるけど、圧倒的に少ないな、やっぱり。だから1は可能性は低いかな。次に、2は出る可能性がある。12と22と32の桁違い。3つ出てるから、出てないのは2だけ。だから、次に出るん違うかな。なんか来そうな感じがする。まあ一応、候補数字入れとこ。2はなんか出る確率が高いんじゃないかな。2入れてと。次3。3は、前回の当選数字だけ見た感じだと3はちょっと遠いねんけど、3が出るパターンって、1が出た時、2が出た時、3が出た時と、あと13、桁違いの13が出た時によく出てるかな。桁違いも多分ないんよな。ないな。だから3出る可能性は低いかなとは思うけど、4も出てないし、だから3はないかな。続いて4。4もないと思うな。かなり離れてるから桁違いもないし。次5。5は2回前に出てる。5は2回前に出てるから多分ない。出るとしたら連続で出ると思うから5。だから僕は5はないと思うけど、続いて6。6は離れてるな。6が来るパターンは、
と5が来た時と6が来た時、あと桁違いの16が出た時か、6が来るパターン。その他はどういう出方？あと7か。7から6っていうのも何回かある？ぐらいかな。そのパターンがよく出てる6。でも今回1桁まず出てないから、だから6も可能性低いかな。12から始まってるもんな。それに桁違いの16も出てないし、可能性は低いんじゃないかな。6は結構数字の出方分かりやすいから、多分6は出ないかな。まあ一応確認はしてるけど、可能性は低いと思う。次、7。7が出るパターンは、7が来た時と8が来た時と、あと、桁違いか。でも可能性はあるか。27が出てるから、桁違いで出る可能性は一応あるから入れとこうか、7。次、8。8はない。8が出るパターンは、7から8っていうパターンが一番多い。その他には、8が出た時と9が出た時が多いかな。あと、たまに桁違いもあるけど、どれも出てないから可能性は低い。9。9はロト6では圧倒的に出てる回数が少ないから可能性は低いと思うねんけど、桁違いもないし、次10。10は出る可能性はあるか。20出てるから、桁違いで一応可能性はあるから入れて、次11。11は可能性が高い。21が出てるから、桁違いで21から11っていうパターンも何回かある。4、5回ぐらいあったんちゃうかな。まあ、後でまた確認しよう。次、12。12引っ張りか。12はあんまり引っ張りっていうのはないねんけど、一応あるか確認します。12の引っ張りはと。多分引っ張りはなかったんじゃないかな。あっても少なかったと思うねんけど、12の引っ張りは。今ちょっと確認してるけど、12今のところ引っ張りはないかな。とにかく徹底的に見らんとな。1回、2回、ここで続いてんねんな。2回。でも少ないかな。全体的に見たら、12の引っ張りは圧倒的に少ない。出てる回数。2回だけだから来る可能性は低い。次、13。12から13はあったから、一応入れとこ。次、14。14が来るパターンは、4が来た時と、あと、13、14が来たとき、それから24が来たときも14が出たりしてるけど、全部出てないから、14は可能性は低い。次、15。15は桁違いと、14、15、16、このあたりが出たときに出んねんけど、出てないかな、可能性は低いかな。次、16。16は2回前にボーナスで出てる。1回置いてまた出るかどうか。ちょっと確認しようか。
連続では出てることが多いねんけど、1回置いて16が来るかどうか。可能性は低いと思うけど、引っ張りは多いねんけどな、16。1回置いてっていうのは少なかったと思う。1回。やっぱり引っ張りが多いな。今のところ1回だけか。可能性は低いと思うねんけど、2回。しかもボーナスで2回前に出てるからな。本数字だったら少し可能性はあるけど、ボーナスやから多分16は出ないと思う。3回。全部本数字で1回飛ばしで出てるから、ボーナスから本数字っていうパターンではないから。だから多分16は来ない。次17。17は出る可能性がある。27が出てるから、27から17っていうパターンで可能性はあるから入れて。次18。18は、かなり離れてるから可能性は低い。次19は可能性があるか。20が出てるから一つ違いで、出る可能性はあるから入れて。テッド、よいしょ。それでは、運動したいと思います。まず、もも上げ50回、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、36、30、40、40、50、股関節を開くストレッチ10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、次は、両手を組んで前に伸ばす。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。傾ける10秒。1、2、3、4、5、6、8、9、10。反対。1、2、3、5、6、7、8、10。片足立ち30秒スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。それでは続きしたいと思います。次は20か。20引っ張りだけど、まあ可能性はあるか。過去に出てるからな。一応20入れとこうか。よし。まあまた明日もその確認するから、
次21。21は多分ない。21はもう2回連続出てるから、出る確率は低い。確かに、ロト6、21出てる回数多いけど、2回連続はあるねんけど、3回連続っていうのはほとんどないから、出る可能性は、低いんじゃないかな。だからやめて、次22。22も2回連続出てる。出てるから僕は多分ないかな。次23。23は可能性がある。22から23っていうパターン。このパターンは多いから、入れよう。次24。24が来るパターンは、桁違いが多い。見てたら。ロト6は、24は、見た感じ、桁違いで来てるパターンが多いから、まあ、桁違いじゃない時もあるけど、圧倒的に24は、桁違いが多いかな、見たところ。そうやな、桁違いやな。だから、それから考えたらちょっと可能性は低いかな。近い数字もないもんな。次25。25は、35が出た時とかがよく出るかな、25。今回出てないから可能性は低い。桁違いもないもんな。次26。26は、まあ、27が出てるから、0ではないけど、27から26。どうやろう。ちょっと悩むな。やめようかな。ちょっと26はちょっと難しい。だから諦めて。27は引っ張りが圧倒的に強いから出る確率が高い。だから27入れて。次、28。28は出るパターンは38から28っていうパターンが圧倒的に多いかな。27から28っていうのはあんまりない。見たところ、まあ、少ないかな。27から28っていうパターンが。だから僕的には28は今回は出ないんじゃないかな。今一応確認はしてるけど、27から28何回出てるか。あんまり多くなかったと思うけど。ないな。だから28はやめて、次29。29はないか。29が来るパターンは引っ張りと桁違いが圧倒的に多いからな。次30。30は2回前に出てるから多分ない。出る可能性は低い。そして31。31は可能性がある。ここ最近なんか31が出てる回数が多いから、来る感じがする。よっしゃ。次32。32は2回連続出てるから多分ない。そして33。33も可能性があるよな。32から33っていうパターン。33入れて、34は24から34とかっていうパターンかな。あと35から34。このパターンが多いかな。だからないかな、今回。そして35は25から35とか。あと引っ張りが多いから35はなし。36は2回前に出てるからなし。37は27が出てるから可能性があるから入れて。次38。
38はおそらく出ない。38のパターンは、28が出たときと、38、39。この3つが出たときによく出てるから、多分ないかな。桁違いもないもんな、他の。39もないか。この当選数字からしたら。あと40番台は、まだしばらく出ないような気がする。40番台、ここ最近ずっと出てたから、もう少し間を置いて40番台出るんじゃないかな。だから今回も40番台は予想せずにいきたいと思います。明日も40番台はなしで予想します。それでは一旦休憩して、もう一度確認したいと思います。お腹のマッサージ。次は両足を広げて側頭部を持って斜め前に倒す。30秒。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、21、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。前に倒す。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。もう一度。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。反対。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。次は足を上げて反対の肘に当てる運動を10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9。10、3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。熱。次はどうしようかな。よし。肩甲骨寄せる運動10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。2セット目。1、2、3、5、6、7、8、9、10。3セット目。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。エアクロール50回スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、21、28、29、30、31、32、33、36、37、40、41、42、43、41、48、49、50。今度は反対50回スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、23、24、25、26、28、29、30、31、32、
三四、三十五、三六、三十九、三十九、40、41、42、43、44、45、46、47、48、50。それでは、よっしゃ、予想したいと思います。予想というか、もう一度確認。疲れた。まずは1だけど、21、31出てるけど、さっきも確認したけど、1は可能性は低い、見たところ。確かにここ最近1の出てる回数は多いけど、ただ21、31から1っていうのはあんまりなかった。だから来る可能性は低い。次に、2は可能性はある、逆に。12と22と32が前回出てるから、出てないのは2だけ。だから次は来る可能性はある。そして3。3は、やっぱりこの当選数字からだと予想は難しいかな。だいぶ遠いから。同じく4も、そうやな。5は2回前に出てるから、出る可能性は低い。6の出るパターンは、5、6出た時と、あと16。この3つの数字が出た時に、6が出るけど、どれも出てないから、可能性は低い。7。7が出るパターンは、7、8。あと桁違いか。あ、6もそうか。でも、可能性はあることはある。27が出てるから桁違いで。次、8。8は可能性は低いかな。やっぱり。8は7、8、9と桁違いっていうパターンやから、可能性は低い。9はないな。次、10。10はどうかな。1回目は、候補数値に入れてんけど、10は正直あんまり自信がない。可能性はゼロではないけど、20から10っていうパターン。一応ちょっと確認しようか。2回。何回出てるか。20から10っていうパターンが3回。結構出てるな。だから10、一応可能性はあるか。次、11。11はあるな。21から11っていうパターンで。次、12。12は、2回だけ引っ張りであったけど、たった2回だからちょっと怖い。次、13。13、候補数字に出てんけど、正直、来る可能性は低いかな。12から13は。何回かはあったけど、そんなに多くなかったから、13はやっぱりない。出る可能性は低いと思うからやめようか。次、14。14はないな。15、16も出る可能性は低い。17は可能性がある。27が出てるから、27から17っていうパターンで。18、18も遠いか、遠いな。19、19は20が出てるから可能性はある。続いて20。20も引っ張りで出る可能性があるから入れて、21。21と22は2回連続出てるから可能性は低い。23は可能性がある。22から23っていうパターンで。そして24。24は桁違いで出るパターンが多いからない。25もそうやな。26はちょっといまいちわからないというか、数字の出方が難しいから飛ばして、27は引っ張りがやっぱり多いから入れて、28。28は、多分ない。29は、そんな、やっぱり、
桁違いと引っ張りが多いから、桁違い、特に19から29というパターンが多い。出てないもんな。だから29も可能性は低い。30は2回前に出てるから多分出ないと思う。31はここ最近出てるから出る可能性がある。32は2回連続出てるからなし。33は可能性が高い。32から33というパターン。34、35、36。ここは、多分ない。36は2回前に出てるし、35は引っ張りと桁違いで出ることが多いけど、どっちもない。34。34はロト6ではそんなに出てないから可能性は低い。37は可能性がある。27から37というパターン。38、39。もうこの当選数字から見たらちょっと可能性はやっぱり低いかな。あと40番台はさっきも言ったけど、ここ最近出過ぎてるから多分40番台出ないと思う。まあ出たらもう仕方がないかな。可能性はゼロではないけど、ただちょっと最近出過ぎてるから入れるのがちょっと怖い。だからやめて、それでは休憩して2口予想したいと思います。よっしゃ。お尻に力を入れる運動を10回3セットスタート。力を入れて緩める。2セット目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目、2セット目、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目、3セット目、1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。椅子の上がり下り運動、10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、2セット目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、3セット目、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、疲れた。深呼吸。次は肩の上げ下ろし運動10回3セットスタート。1、2、3、4、5、6、8、9、10、2セット目、1、2、3、4、5、6、1、8、9、10、3セット目、1、3、4、6、1、8、腕を大きく振る運動50回スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14、15、16、17、18、19、30、33、34、35、36、37、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50。それでは2口続きしたいと思います。よっしゃ。
暑っ。候補数字が2、7、10、11、13、17、19、20、23、27、31、33、37。この中から6個か。前回がボーナスで3つだったからな。まあ頑張ろう。まず一口目。一桁から始まると考えて、出るとしたら2が来そうな感じがする一桁。前回が10人、20人、30人が出てるから、2だけ出てないから来る可能性があるというか高い。だから一つ目は2入れて、次二つ目。二つ目は、どれかな。難しいところ。引っ張りか。27は引っ張りが多いから、27入れて、次三つ目。三つ目は、さな、11。21から11っていうパターン。入れてと。あと、どれが来るかな。13は多分ないと思うね。出るとしたら、桁違いの17。27から17っていうパターン。入れて、1、2、3、4。あと、そうやな、31。30番台の31引っ張り。これもなんか出そうな感じがするから入れてと。1、2、3、4、5。そして、最後が33。32から33っていうパターン。これで一口目完成。1、2、3、4、5、6。悩みながら予想したけど、どうかな。次、二口目。二口目は10番台から予想したいと思います。二口目は、どうやろう。どれが来るか。わからんな。19。20から19というパターン。19を入れて、次、二つ目が20。引っ張り。20入れて、3つ目が22から23っていうパターン。このパターンも多いから、23を入れて、4つ目が、4つ目どうしようかな。4つ目が10、20から10っていう桁違い。5つ目が11、21から11っていう桁違いを入れて、そして最後が31、31引っ張り。
一口目は平等に予想してて、二口目は10番台が多いかな。前回が20番台が多かったから、次のロト6どうやろうな、20番台がまた多く出るか、全く出ないか、難しいねんけど。まあ一応、そやな、そこまで多くは予想してないかな、20番台は。二口目に二つだけ予想はしたけど。それでは、一口目から発表したいと思います。一つ目が2。12から2っていう桁違いで、二つ目が、11。21から11っていう桁違い。三つ目が17。27から17っていう桁違いで、四つ目が27、引っ張り。5つ目が31、これも引っ張り。そして最後が32から33という一つ違い。続いて2口目が、1つ目が10か、20から10という桁違いで、2つ目が11、21から11という桁違い。3つ目が、19か、20から19という一つ違いで、4つ目が20の引っ張り、5つ目が23、22から23という一つ違いで、最後が31、引っ張り。それで自信があるのが、2と、そうやな、どれやろう。めっちゃ自信。2と、11、31、このあたりかな。一口目。二口目は、難しいけど、20、23、31、このあたりかな。一応今日はこの二口でいこうかなとは思うけど、やっぱり前回が10番台から始まってるから、正直ちょっと難しかった。なかなかロト6、まあロト7もそうか、10番台から始まるっていうのがほとんどないから、予想は、結構難しい。荒れてなくても10番台から始まったら結構大変。まあ、荒れてても予想は大変やねんけど、10番台とか20番台から始まる時も、結構悩むな。数字の並び自体は荒れてなくても、始まりが10番台とか20番台だったらめっちゃ悩む。荒れ買いの時と同じぐらい悩むな、やっぱり。まあ一応、頑張って予想はしたけど、どうなるか。まあまた明日ロト6最終確認するけど、どうやろな、変更するかな、正直そこが微妙なところ。毎回変更するかどうか悩むねんけど、このままでいくか。まあ、ここ最近はこのままで、挑戦というか、したことは、ここ最近はないけど、1回目の予想と2回目の予想は大抵異なってんねんけど、ここ最近は。明日のロト6は変更するかどうか、難しいとこだよな。どれも可能性があるから、他の候補数字もなんか可能性があるし、いやー、やっぱり難しいな、10番台からの予想は。回数が少ないから、ロト6、ロト7も。
10番台から始まるっていうのが珍しいから、なかなか難しい。でも、ここ最近のロト6見てたら、一致数がちょっと増えてきてるかなっていう感じはしてる。少し前までは本当に全く一致しないとか、一致しても1個しか一致しないとかっていうのがよくあった。少し前まで。でも、ここ最近は、そうやな、全く一致しないっていうのが、ないかな。ここ最近はやけど。なんかちょっと数字が近づいてきてんのかなっていう感じはしてる。少し前までは本当に全く手応えがなかったというか、予想しても当選できるんかなみたいな不安の方が大きかったけど、まあ今も不安な気持ちはあるけど、でも前に比べたら少し気持ちが楽かな。まあ2回連続当選して、その次も外れてるけど、ボーナス合わせて3つ一致してるから、それで気持ちがちょっと楽なんかなとは思うけど、まあ2口しか予想してないから、なかなか当選すんのは難しいねんけど、それでもロト6、10回以上当選してるからな。平均したら10回に1回か。10回に1回ぐらいは当選してるから、まあひどい時は20回ぐらい外してるけど、20回ぐらい外してた時はかなりきつかったけど、でも一番多くて20回やもんな。理論値で考えたら30回に1回とかだから、ロト6、まっとうで当選確率が30回に1回だから、それから考えたらまだマシなんかな。ひどくて20回やから外してんのが。しかもたった2口で。だから、そうやな。少し数字が寄ってきてるんかなって今思ってます。まあまた、ロト6の場合は数字が離れる可能性はあるけど、でも、そうやな、20回、30回外すやろうなっていう感じはしない、今は。まあ、とりあえず、今日はロト6の予想、これで終わりたいと思います。また明日、ロト6最終確認します。数字は、まあ、どうなるかわからんけど、もう少し、数字の相性というか、数字の出方というか、そういうのをもうちょっと見るから、数字変更するかな。まあ、今は何とも言えないけど、まあ、とりあえず今日はこれで終わります。また後で動画を撮りたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。